こんにちは、熊谷康政です。私、去年ぐらいから無料のメルマガってやつを毎週月曜日に配信してるんですけど、その中でコードチェンジじゃない、コードの抑え方について書いてる記事が毎週1個ずつ書いてるんですけど、それがピアノ弾きながらの方が説明した方が分かりやすいかなと思って、ちょっとやってみようかなと思って、ボリューム1から今日からアップしていきたいと思います。それでは早速、1つ目ボリューム1で書いた、コードなんですけど、 C メジャー7の時に、多分この角度見づらいと思うんですけど、ごめんなさい。こうですね。C がルートで一度あったら、GBD ですね。って書いたんですけど、これは、あれですね。要は、いわゆる G メジャートライアードを C の上で弾くと、こんな感じのサウンドになるんですけど、これはあれですね、 C メジャー7の、なんだろう、 C メジャーのサウンドなんですけど、3度が入ってないんで、3度なしで、3度がないので、なんかちょっと浮遊感があるというか、これあんまり、ジャズではあんまり使わないかもしれないですね。ポップス的な。こっから C メジャーに行ったり。こんな感じのサウンドですかね。そうですね。で、これ引っ掛けてもいいですね。この A の音を引っ掛けて、こうやって弾いても、なかなかシャレオツなのではないでしょうかね。なぜかボリューム1で、紹介したコードでした。これ表記としては G on C とか書かれてる時もよくありますね。 G on C って書いてあって、一瞬なんだろうと思うんですけど、弾いてみたら、まあ C メジャー7のサウンドだなみたいな、よく譜面で出てくると思うんですけど、皆さんも使ってみてください。それでは今日はここまで。さようなら。